なめ川町、なめ川町は、埼玉県中部、比企群にある人口約1万9000人の町。埼玉県のほぼ中央、東京から60キロメートル県内に位置し、川越市や所沢市を中心とした、埼玉県西部地域に属し、北を、熊谷市、南を、東松山市に囲まれた、比企群7町のうちの1町である。南北は、約7.2キロメートル東西は、 約4 8トルとやや南北に長い広がりを持ち、面積は約2 9 7 1トルと小さい。大地と丘陵が混在するため、面積は小さいながらも標高は約3 0ルから1 3 0ルとやや差がある。ただし、巨地域や主要道路があるのは40から6 0ルの場所がほとんどである。長南端を東西に東部東上線が走り、 南西部に月の和駅、南東部に森林公園駅が存在する。池袋駅までは急行でほぼ1時間である。以前は県内でもかなり人口の少ない町であったが、月の和駅開業2002年と周辺の土地区画整理事業に合わせ、東武鉄道が住宅開発を行ったことや、それに伴うショッピングセンターの開業で人口がかなりの伸び率で増加している。 2000年から2005年の出生率は埼玉県内1、人口増加率は全国の町村のうち第3位であった。また2005年から2010年にかけても人口増加率が埼玉県内で北足地那町に次いで第2位、全国の町村でも第8位。2010年から2015年にかけても人口増加率5.1%で県内3位となった。 このように人口増加率には鈍化傾向が見られるものの、月の和駅周辺など南部地域において人口増加が目覚ましい。町の北端熊谷市との境付近を和田川、町南部を市の川、ほぼ中央を滑川が流れ、この三本の川はほぼ平行に、東西方向に流れている。滑川は町名の由来にもなっている。町の大部分、市の川より、 北側は、引き北丘陵で占められるが、南端、市の川より南側、月の和駅、森林公園駅周辺は、東松山大地がかすめる。北東部には、東西約1キロメートル、南北約4キロメートルにわたる、武蔵川下両森林公園が広がる。南部は、鉄道路線があったり住宅、商業施設などが増えているが、一方、 町北部はほとんど手つかずで自然が残されており、田園風景が広がっている。その自然や田園風景、里山を生かした観光施設、森林公園、多日の里なども存在する。二宮山と大館山は町中西部の同じゴルフ場内に存在する。高根山は北中部の別のゴルフ場内に存在する。二宮山は町により展望台がつけられ山の 入り口には駐車場もあるため軽い気分で観光できる。自然が多く残されている北部を中心に、ため池が非常に多い。県内に大小合わせて800近いため池があり、うち約80%、600を引き群で占めるが、その中でも一番多いのが、め川町であり、県全体のおよそ1、4にあたる200ほどのため池が存在し、関東随一の多さを誇っている。 なお、このため池の一部から1986年に、県内ではすでに絶滅していたと考えられていた、宮古田名護、国の天気念仏が発見されたことから、滑川町エコミュージアムセンターでは宮古田名護に関する調査、研究を行っている。気候は温暖湿潤であるが、内陸性の傾向が強く、隣接自治体の熊谷雨出すとほとんど差の変わらない、変化や値を取ることが多い。 夏は高温多湿で雷雨が多く、冬は低温乾燥で北西の季節風が強く、晴天の日が多いのが特徴で、寒暖差が大きい。また、冬の降雪、積雪機械や量も、熊谷とほとんど変わらない。2014年の選挙は3期12年の成果が認められ、町議会でも大半の支持を集めたため、候補者擁立の機運が高まらず無投票での当選と、 なった2018年の選挙は現職である吉田と元町に二人の計算人が立候補した。吉田は高齢立候補時79歳という難点もあったものの、これまでの成果が引き続き認められたことと吉田への批判票でもある他二人への票が分散したことで5割弱の支持を集め5選を果たした有権者数1 4648人。 投票率59.82%、8660票、吉田4089票、約47.2%。市外局番は、町内全域が0493。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能、東松山 MA。収容局は、埼玉なめ川局、東松山2局、嵐山局、兜山局。 郵便番号は、町内全域が355から 08XX 東松山郵便局が集配を担当である。2004年、平成16年に月の和駅前ショッピングセンター。2006年、平成18年に、群馬県のベーシア系列によるナ川森林モールがオープンした。他、月の和駅前ショッピングセンターに、武蔵野銀行。 森林公園駅南口に中央労働金庫と埼玉リソナ銀行の ATM が存在する。店舗となると、武蔵野銀行と中央労働金庫は東松山市か熊谷市、埼玉リソナ銀行は嵐山町か東松山市か熊谷市の店舗が最寄りとなる。月の和駅発着のバスは、なめ川町ふれあいバスがあったか。 2016年8月31日をもって廃止され、高齢者と身体障害者専用のデマンド交通に移行したため、現在は公営、民間ともにない。そのため、以下の路線はすべて森林公園駅を発着する、路線でミッドナイトアロー号のみ森林公園駅南口期、それ以外はすべて森林公園駅北口発着である。 四季の湯温泉ホテルヘリテージや近隣ゴルフクラブ業のシャトルバスは森林公園駅北口東松山工業団地内にある企業のシャトルバスは森林公園駅南口発着であるタクシーの営業区域は県南西部交通圏で川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。